アパッチライセンスはアパッチソフトウェア財団によるソフトウェア向けライセンス規定1.1以前はアパッチソフトウェアライセンスと称していた著作権表示と面積事項表示の保持を求めている1.1以降のバージョンはオープンソースイニシアティブがオープンソースライセンスと承認している GNU プロジェクトは1.1以前のバージョンを GPL 非互換で ヒコピーレフトのフリーソフトウェアライセンス。バージョン2.0を GPL バージョン3互換のフリーソフトウェアライセンスと判断している。ASF やそのサブプロジェクトが作成するソフトウェアはすべてアパッチライセンスで提供されている。ASF 以外のソフトウェアでもアパッチライセンスを使っているものがある。2010年6月現在。 sourceforge.net にある5000以上の ASF 以外のプロジェクトがアパッチライセンスでリリースされているアパッチソフトウェアライセンス1.0最初の版でありアパッチ http サーバー1.2など既存のアパッチパッケージにのみ適用されたアパッチソフトウェアライセンス1.12000年に ASF が承認した1.0からの主な変更点はいわゆる 宣伝条項である、派生製品の宣伝媒体への ASF ソフトウェアを使っている、胸の記述は求められなくなったが、エンドユーザードキュメントには記述しなければならない。なお、第4項と第5項では、アパッチ、アパッチサーバー、アパッチグループという文言を、宣伝目的で許可なく使用することを禁じていた。アパッチライセンス2.02004年1月に ASF が承認した。 アスフ以外のプロジェクトとのライセンス上の共存を容易にするため GPL とのライセンスとしての互換性を改善し全ファイルへのライセンス表示は必要なくリファレンスのみで良くなっている。またコントリビューションのライセンスを明確化し特許権との関係を明確化した。他のフリーソフトウェア向けライセンスと同様アパッチライセンスではユーザーがそのソフトウェアの使用や販復 修正、派生版の反布をすることを制限しない。アパッチライセンスは、反布される二次的著作物が同じライセンスで提供されることを要求しないが、ユーザーがそのソフトウェアにアパッチライセンスのコードが使われていることを知らせる文言を入れ、元のアパッチライセンスと矛盾しないようにする必要がある。ライセンスされたファイルそれぞれにもともとある著作権と特許権の記述はそのまま保持されなければ、 ならず、何らかの修正が施されている場合は、その旨を追加記述しなければならない。アパッチソフトウェア財団とフリーソフトウェア財団は、アパッチライセンス2.0と GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3が互換であるということで、共通認識に達している。ただし、フリーソフトウェア財団は GPL バージョン1内市にとは非互換であるとしている。例えば、 アパッチライセンス2.0には GPL バージョン1内し2が要求していない特許権の停止条件が述べてある。そのような特許権停止が悪い考えとは思わないが、これに限らず GPL にはない強力な制限を加えるライセンスは、いずれにしても GPL とは非互換である、としている。ありがとうございます。